皆さんこんにちは。こんにちは。婚活コーチの松橋優子です。同じく婚活のコンサルタントをしております太田寛子です。はい、今日はですね、はい、婚活パーティーとか、うん、ね、マチコンとか、マチコンとか、ね、合コンとかに行かれてる方で、うん、いつもマッチングね、うん、行ってるにもかかわらず、うん、その後、うん、なかなか結婚までいかないと。あ、お互いに選んで、双方が選んで、うん、マッチングはできて、うん、これすごいことだよね。でマッチング、うん、いつもマッチングできてるにもかかわらず、うん、どういうわけかその後、うん、続かないと、続かないという方のために、うん、今日は問題解決ですね。はい、はい、したいと思います。ぶっちゃけトークをしていきましょう。はい、はい、マッチングをしたってそれだけでもね大したもんなんだよ。そうですね。そう、そう、まあ規模にもよると思うけどね、うん、まあ分かりやすく言って10人10人だったとしても、うん、その中でマッチングするってすごいことだよね、うん、まあお互い第一印象同士だったりして、まあ大体 ね、そうね、第一印象がね、うん、大体いいなと思う人が、うん、大体マッチングね、マッチングすることが ね、多いですよね。これ残念なことに1番人気とか2番人気に集中するからね。これね、これ10人がそれぞれに分担しないんだな。そう、だから何回も言ってるんだけど、美人な人とかね、うん、イケメンとかね、イケメンとか条件のいい人、条件の人はね、絶対に集まるに決まってるんですよ。決まってるんですよ。もう下手したら1番人気だったりするからね、みんながその人を狙っている。そう、でそういう人とね、うん、まあ、うまくいったんだとしたら、それは大したもんだ。それは大したもんですね、うん、よかった、でかしたってみんなで拍手でもちろんね迎えるところなんだけれども、せっかくマッチングしてるのにその後うまくいかない、そこをねちょっと問題解決 しようじゃないかというのが今日なんですけれども、はい、だいたいマッチングしたからといってその後一回お食事に行ったくらいで大体ダメになってるよね。大体ね、そうね。大体だわ。でもその一回でも食事に誘えたなら、これはまた頑張ったねっていう感じではあるよね。うん。うん。そうね。うん。うん、でもそれすらもできなかったりするからね。一、うん、回の食事もできずに終わる。なんかね、うん、なんでなんだろうってね。うん。うん、だって。まあまあまあ、まず一番の問題は、うん、相手を知ろうとしないで、うん、終わってしまう人たちが多いわけですよ。わ、うんうんうん、かるわかる、ね、うん、だって結婚って一緒に生活するわけじゃないですか、うんうん、だからいろいろと相手がどうなのかっていうのを、うん、まずは知ろうとしないと。どうだよね、わかんないよね、うんうんうん、だって一番最初はだって仮面かぶってるわけじゃないですか、うんうんうん、正直な話、うんうん、本当そう、自分をよく見せようとか、うん、ね、うん、するわけじゃないですか、うん、でもだんだんこう話をしてって会って、うんうんうん、ね、いろんなとこ行ったりとかして、うんうん、やっとこう、ね、その人らしさが見えてくるわけじゃないですか、人となりが見えてくるわけじゃないですか、うん、でも人となりを見ないうちに、うん、もう結構ですっていう方がね多いんですよ、うん、いかに多いか。で私たちもね、うんうん、このお見合いを、うん、何百人してきたことか、うん、でもう1回目で、うん、もう私無理です、うん、っていう方たちが、うん、本当に多くて、本当に多いです、うん、で、まあ、解決策としてはね、まあ、じゃあ最初の第一歩は何かって思うと、うん、せっかくマッチングになった相手だから、もしよければその日のうちに、じゃあこのあとお茶でもどうですかでもいいし、うん、お食事でもどうですかでもいいし、お誘いできたらって思うよね、うん、でもね大体ね誘わないんだな。これがこれどちらにもどちらに原因があるんでしょう。どっちもだったりするんだけれども、まあ、もしかしたら女性はごめんなさいこのあとちょっと予定が、うん、だったり、男性はもう疲れ果てちゃってね、もうこれ以上無理ですこの間もそうだった、まあね、もうまあちょっとね、うん、結構ね気張ってね、気張って自分がね妄想頑張ってちょっと頑張ってっていうね、うん、でもねその後
まで頑張ろうよって感じだよね。そう、今頑張りどこでしょって、うん、そこまで頑張らないでどうすんだみたいな。どうす、本当そう、今頑張りどころ、ここ一番頑張れって思うんだけど、割と疲れちゃったっていう男性多いよ。もうね、情けない情けないんだけど疲れちゃったって、うん、まあ多分お仕事ね、平日お仕事頑張って合コン来ました。で、合コンでも自分じゃない、もっともっといい、もっとよく見せようと思ってすごく頑張っちゃった。で、そうしてるうちに疲れちゃってちょっとエネルギーなくなっちゃって、まあね、そういう男性が実は多いということですよ、うん、だから女性陣、それを分かってあげるという、そう、受け入れるってことが大事です、まずね。そう、あの、そういう意味では受け入れるって、あ、そっか、今日は疲れているんだったら、じゃあいついつはどうですかって提案する形で、うん、次の約束必ず取り付ける。そうですね、これ必要ですよ。これ必要ですね、うん、で、もし連絡先もちろん交換できているのであれば、もうその日のうちに LINE ぐらいはしないとね。そうね、今日はありがとうございましたっていうお礼の、まあ、それ双方少しやり取り、何往復も難しかったとしても、そのお礼の LINE はした方がいい、うん、で、その返信が次の日になってしまってがっかりした女性はいるのよ。その日のうちに欲しかったって女性は思ってるの、うん、そうね、男性の諸君よく聞いておいてくださいね。どんなに眠くても、どんなに疲れてても、その日のうちに LINE は返信しましょうよ、うん、ね、これ次の日の朝一番でいいかって思っちゃダメ。ここ一番頑張る眠くても何だろうとも一行でもいいよね。ありがとう、出会えてよかった、一言でいいから送って、うんうん、その後爆睡していいからねまずそういうところの一つ一つお互いが知っていくというところを積み重ねていくようになると思うんだけど、それがきっと難しいんだよね。そうなんだよね、なんかあの、うん、マッチングしたんだけど次うまくい、うん、なんかもう2度目会ってとか、うんうん、いや次は全然会えなくてとかっていう話がね、うんうんうん、多くてね、うん、いや何のためのマッチングだったんだ、そうそう、何のための婚活なんだっていうのが ね結構あるんですよ、うん、本当にそう思います。あの、せっかくマッチングした相手なので、ご縁があったってことでしょ。そのご縁をどうやって深めていくかと思えば、お互いがもうちょっと知り合う、お互いがだよね、うん、片っぽだけじゃなくてね、そうそうそう、うん、お互いがやっぱり知り合っていくっていうのが必要なのかなとは思う。そういう意味で2人の距離を少しずつ少しずつ近づけていく、縮めていく作業が、まあ、それが LINE だったり、まあ、そういうツールを使ってが手っ取り早いと思うよ。一番これ時間を使ってって結構難しいでしょ。まあでもお互いに、まあ距離がね、どのぐらいの距離なのかが、うん、まあ人によってね、うん、同じあの、うんうん、ね、うん、市町村だったりするけど、うん、ちょっと離れたところだったりするとね、うん、時間が ね会う時間がなかなかちょっとっていうのであれば、ね、本当に今なんか SNS があるわけだからね、うん、簡単にね、そう、で電話だとちょっと、うん、まだちょっとはね、うん、話しづらいとかっていうのって、うん、で文章で ねできますからね。でたまに声が聞きたいって言ってね、うん、で お電話で、そう、うん、声が聞きたいなんて言われたら ね, ね, たらね、うん、そうですよっていうのもいいかな、うん、でそういうツールあるのだ、あるのだから活用してほしいし、じゃあそれだけでいいかっていうと、またそれもね、うん、やっぱちゃんとに2人が出会っていくっていうのが必要、うん、そうです ねでそのためには約束を取り付けて、まあ、まずはお食事、まずは映画、もうベタだけどそんな感じのところからのスタートになると思うんだけど、うん、今どんな映画が流行ってて女性はどんなのが好きなのかな、知らない多いよね。あ、でも私もそういえば、うん、その昔、うん、いや結婚関係だけど、うん、デートは映画が一番最初でしたね。そういえばね、映画って案外2人が喋らなくて済むでしょ、うん、これすごく楽楽、うん、楽っていう言い方変だけど、映画とりあえずね、2時間とかで集中して見てて、でそのね、話のネタにもなりますもんね、うん、この映画どうだったって ねだけどできたら映画の前か後にはお食事もつけてほしいよね、うん、まあでもね、映画もね、私ちょっとね、うん、
すごい、うちの夫がね、うん、超つまんない映画をね選んだことがあって、うわもうこの人と一緒に見何なの、うん、この映画を選んでっていうのはあったので、うんうんうん、あのそれもねちゃんと選んだ方がいいです。そう、選んだ方がいいです。なんかその彼女が楽しいのが好きなのか、うんうん、それともこうなんていうのかな、こう癒されるようなものがいいのか、 ね、うん、それともなんかもうこうアクティブなものがいいのかとか、うんうん、それでもちょっとチェックして ね、 そ、 うだね、それで好きそうなのはね、うん、選んであげるといいなと思いますね、うんうん、まずはその映画の選び方、うん、だいたい女性はね男性に合わせるのよ、うん、クソつまんないっていうみたいね、本当ね思うの、本当ねつまんなかった、うん、でうちの夫もね、いやつまんなかったなっつって言って言ってたぐらいだから、あの映画本当そう今でも忘れないなと思いながらね、うんうん、でも多分ね今見たらもしかしたら楽しい、うん、AI かなんかのね映画だったの、それがだからもうだいぶ何すごい昔だから、うんうんうん、そう思ったら斬新な映画だったのかもしれないけど、そうだね、その頃全然意味わかんないって感じでしたから、うんうん、まあ、そういう意味ではお互いがどんなジャンルが好きなのかとかね、うん、お互いが知るきっかけにもなるよね、うん、そういう意味ではその映画を見に行くっていうそのチャンスを生かしてほしいよね、うん、そうですね、うん、でぜひ、まあ本当初めの一歩だと思うんだけれども、まず映画を見てみるとかお食事に行ってみるという行動に移していくというところからちょっと頭を切り替えていってもらえればなというふうに思っています。はい、まあね、問題解決はまだまだありますので、今日はとりあえずはい、この辺りで、はい、ではまた、ではでは、はい、ブレインチェンジャー。